ねえねえ、ダッチ様も、何ですか、アントニオ猪木みたいなことなんですか、声援とかも、たくさん笑えたので、今年は僕たち、吉田東京、いい結果が出せると思います。おお、来た、はい、どうですか、今年にかける意気込み、ちょっと一言、猪木の掛け声、何だろうしますか。いや、やっぱり今年は、歩きながら、これ一応、歩きながらもあったりして、はい、自分のプレーがあまりできなかったので、まあ、怪我に。気をつけながら、今年はみんなも FC 東京いい結果残せると思うんで、はい、楽しみにしてます。楽しみです。自分自身としてはどうですか、目標は。え、自分自身の今年の目標は何ですか。怪我をしないそりゃそうですよ。あんなに怪我しなかったんだから他はさらに怪我しないでどうしますか。やっぱりもうタイトルを取る。